여러분안녕하세요。今週も K-POP で連帯系スタートです。では早速連帯系を学習していきましょう。第32回目の今回はシンクロ率 99.9% という代名詞がつくほどの一糸乱れぬダンスが自慢のグループで、最近約5年ぶりとなる完全体でのカムバックを発表し話題になっているボーイズグループインフィニットのマン・イン・ラブで連帯系を学んでいきます。まずは曲を聴いて歌詞を確認しましょう。さてここで連帯形になっている部分はどこでしょうか。正解は사랑할때、愛する時ですね。こちらは사랑하다の未来連帯形になっていました。動詞사랑하다の未来連帯形は사랑하다、愛するという動詞の語感にパッチムがありませんので、動詞の未来連帯形語尾であるリールがくっついて사랑할、愛するとなります。ではここからは確認問題に挑戦しましょう。내일어디에가다、明日どこに行く。예정이에요、予定ですか。を動詞の未来連帯形を使って一文にしてみてください。答えは내일어디에갈예정이에요、내일어디에갈예정이에요、明日どこに行く予定ですかですね。こちらは가다、行くという動詞の語感にパッチムがありませんので、動詞の未来連帯形語尾であるリールがくっついて帰、行くとなります。皆さんできましたか。では確認のため今の文章を一度声に出して読んでみましょう。내일어디에갈예정이에요、いいですね。それでは改めて歌詞を確認しましょう。今から2回音楽を流しますので、できる方は一緒に歌いながら連帯形の部分を確認してみてくださいね。OK です。最後にまとめです。動詞の未来連帯形は動詞の語感にパッチムがない場合、動詞の未来連帯形語尾であるリールがくっつきます。はい、今日も皆さんお疲れ様でした。今回は以上になります。今回使用したインフィニットのマン・イン・ラブ、左上にミュージックビデオの QR コードを貼り付けてありますので、曲と一緒にもう一度連帯形を確認してみてください。また、アーティストや曲のリクエストがありましたら、ぜひコメント欄にコメントを残してくださいね。여러분、다음주도같이공부합시다。